はい、こんにちは。今回はウエスタンアームズから過去発売されていました、ベレッタ M8045 クーガー F アイノックスご紹介させていただきます。まあ、これはですね、この時代の箱ですね。まあ、失礼。どうでしょう、40歳以上の方なんかには懐かしいんじゃないかなっていう感じがしますよね。SCW っていう黒い箱とは別にですね、まあ、こういった箱で売られてた頃のモデルです。かなり古いですね、2003年とか4年とかその辺のモデルじゃないかと思うんですけれどもね。でもちろんこのクーガーの8045を最初にモデルアップして、まあ、今でも8045自体はですね、おそらくウエスタンムさんだけだと思うんですけど、KSC さんの方は8000の方でしたよね。でこれがですね、雑誌広告の裏に載った時にはですね、私はもうちょっと小躍りしましてね、即買いした記憶があります。もちろんこのアイノックスじゃなくてブラックの方ですけれどもね。何しろですね、このロータリーバレル、これが完全再現されているということでですね、ちょっと見てください。これスライドを引くとですね、しっかりこのロータリーバレルがこうニュッとこう回るわけですよね。なんでロータリーするか、ショートリコイルの代わりですよね。要するに回転してカムでぐーっと回ることで、弾頭が銃口に出るまでの時間を稼ぐというですね、ショートリコイルを達成していると。大したもんだなという感じですよね。で一見通常のベレッタらしくですね、ここがガサッとこうえぐれてないんでですね、中身が全然違うのかなと思うとですね、この辺見るとやっぱりベレッタそのものですよね。と握り心地、それとデコッキングシステム、こういったものはもう本当ベレッタそのものです。分解も単純で、こいつをピュッと押して、こいつをちょっと曲げてやれば、あとはもうマガジンを抜いておけばジュルジュルジュルっと出てしまうと。よく映画でね、歩きながらバババッとこれバラしてバラバランって投げたりしますよね。ああいうのってうまくいったらかっこいいですけどね、うまくいかなかったらその時どうするんでしょうねって感じですよね。で先ほどお話ししたロータリーバレルに関してはですね、こういった構造ですね。このカムに溝に沿ってですね、ここの出っ張りと位相がこうカチャンと合ってて、それがこうぐるぐるってスライドすると回るっていうような構造ですよね。非常に単純な仕掛けですけれども、まあ、シンプルでなおかつ効果もあるんで、バレルが上下するよりいろんな設計がしやすいのかなって。ダメじゃないか、いけませんね。もう飲みすぎてね、やっぱこういう適当になってしまうんでね、いけないなと思うんですけど、よいしょ、当てた。でこれで引いて戻してやれば元通りと。すいませんね、手際が悪くてね、何しろ久しぶりなもんですからこういった時でもないと多分もう分解することもなかったかもしれないですけれど、非常にトリガープルも軽くてですね、もちろんエアガンですから実際プライマーを叩くわけではないんで、その辺よくできてると思います。ウエスタンブルのやっぱりすごいのはやっぱりセーフティーがやっぱかっちり効きますよね。すごくこれすごく使ってて楽しいですよね。でエアガンファンの場合、私ももちろんそうなんですけども、なかなかきっちりセーフティーをかけるっていう習慣ないんですけれども、まあ、その辺のところをですね学習するのにもいいかなと。でこの世代のウエスタンアームズさんの場合はですね、世代によって銀なのに黒っていうのはあったはずです。でもこれはきちんと全部トータルで、銀色で、まさにアイノックスそのものが再現されているような、モデルガンです。失礼、エアガンですね。でガス久々に入れてもですね、ガス漏れしないしですね、10年以上経ってもガス漏れしないってのはなかなかいいですよね。ちょっと打ってみましょうか。悪くないですね、楽しい。でこのクーガーの場合、92F とかより僕が好きだなと思うのはですね、こことここの比がですね、ちょうど1対1なんですよね。なんかこのバランス、なんかね、いいんですよ。可愛くて。
でダブルカラーアームのくせに Q2F より握りやすい。私の手にはですね、なんかもしかしたらですね、こうイタリアの人もですね、いろいろあってですね、こういう握りやすさっていうのをですね、やっぱり研究するとですね、こういう風なえぐれた形を作ってみたりですね、なんか造形に、まあ、衣装設計された方の苦労が忍ばれるような銃ではあるんですけれども、すいません。ということで今日はですね、ジンじゃなくても足りなくてビールで喉を潤わせてもらいながらご紹介してるんですけれども、でありがたいのはこうやってセーフティーをこう動かしてもですね、剥げないんですね。でこの銃ね、やっぱり残念ながらバレルはですね、ちょっとやっぱりこう遊んでるうちに剥げてきそうですけれども、それ以外の部分は丁寧に使っていればかなりの年数シルバーが綺麗に保てる。やっぱ当時のウェスタンアームズさんの本当ものづくりの、丁寧さが出てるようないいモデルじゃないかなというふうに思います。今日はちょっとすいません、探しきれなかったんで、実写性能のスコア、当時のもののスコアはないんですけれども、まあ、また打ち直してですね、そういうのはまとめてどっかで公開しようかなと、まあ、実はあのホームページやってましてですね、当時そのまま公開してると思いますんで、そのうちそちらの方のリンクを、説明欄の方に貼らせていただきますので、そちらご覧いただければなというふうに思っております。あと、以前あの視聴者の方からコメントいただいてですね、ウェスタンアームズが実銃図面を提供を受けたのはクーガーだけだよっていうふうにご指摘いただいたんですけど、私知らなくてですね、あの92とかですね、84とかも全部もらってるのかと思いました。ということは実銃図面の提供を受けてるということで、それなりの出来なのも当たり前なのかなと。やっぱりかわいそうなのはね、パテントの問題で、まあ、契約ウエスタンムズが独占契約しちゃってますから、 KSE さんなんかのモデルは結構いいモデルなのにね、この辺のところがね、あのベレッタの綴りを変えてみたりですね、苦肉の策でやられてたっていうのはですね、非常になんかかわいそうな気がしますよね。ウエスタンムズさんもせっかく契約してるんでしたらね、まあ、もうそんなに新規金型を起こすなんてのはもう冗談じゃねえよっていうことなのかもしれないんですけれども、ぜひもう一度ね、ニューモデル、本当のニューモデル出していただけたらなというふうに思っております。ではまた。